丸山桜から1899年8月19日は、明治時代の外交官、実業家、政治家、別名、正虎、聖路、桜、郷、神修書、祖皇、岩これ屋、江戸、芝三田において、島原藩士、丸山正直の長男として生まれる。幕末期には平手派国学を学んで、勤農派となり、国事に奔走した。 1869年8月、外務大進むとなり、カラフトに出張して、対路交渉に当たった。翌1870年3月に帰国し、政府にロシア南海の積極対抗策を進言するが、入れられなかった。またサタ白望が唱えた、政官論に同調し、その実行を促したが、これも用いられなかった。同年11月、カラフト問題の失敗により、 外務圏大進むに転任となる。丸山は、篠山藩士、畑形成らと共に外務省によって却下された、政官論を反乱によって実行に移そうと試みる。しかし1871年にことは発覚してまず、畑が逮捕され、5月10日に丸山も外務省を出勤中に降印された。5月29日、外務圏大進むを免じられた。 なおこの事件は、同県大進むは殺う弁を有する人物をもって、目せられ、今回の陰謀も朝鮮出兵を理由に、諸藩及び、老子不平の党を救護した感があり、政治上重大化するに至らなかったという。終身禁錮の刑に処されたが、1880年1月、御社により出国した。出国後、自由民権運動に対抗して、中愛者を結成し、新聞、 明治日報を発行する。1882年には、東京日日新聞の福地源一郎と共に、立憲帝政党を結成し、保守的政治家として活動した。1890年6月12日、元老院議官に就任し、同年10月20日、元老院が廃止され、被職となる。同年9月29日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。 1899年、心臓弁膜炎のため死去。万葉町の歌人としても知られている。ありがとうございます。